準備はいいか。はい、必ずやアミルガウルの力を我が物にしてみせます。やはりこやつではダメだったか。そのことをわしはまだアミルガウル自身がシャードキャスターを選ぶということを知らなかったのじゃ。それはある日突然じゃった。アミルガウルからの啓示があった。これはアミルガウル自身があの者を選んだというのか。アミルガウルがおふくろを選んだ。わしはお主の故郷カームへ飛び立った。何、カームだと。ああ、黙っていたが、わしはカームに行ったことがあるのじゃ。ミルガオルの命によりお前を迎えに来た。あんたがおふくろをここに連れてきたのか。この森に潜んでいる可能性は高い。油断するな。はい。どこにいるんだ。まだだ。体力を回復させるには一人では足りぬ。この技もいずれアミルガウルを自在に操ると言え得したもの。もう一度アミルガウルを我が手にするため。ミルガウルに選ばれた。お主の偉大な力はこの世界を救うことになるだろう。喜ぶがよい。
私は忘れない。あの時の恍惚を、あの快感を、あの力を、もう一度この手に。それで、それからお袋はどうなったんだ。わしはアミルガウルを得た、さらにその力を自在に使えるようになるためにと厳しい修行を課した。だがその時、思いもよらぬことが起こったのじゃ。手応えのないシャードキャスターだ。テンプラー恐るるに足らん。なんだ、武士らの隙にはさせぬ。ジーコ、やれ。まさしくアミルガウルの姿。あなたがアミルガウル。できなかった。あの時はな。じゃが今ならわかる。